7番の小泉一馬です。扶助費の生活保護制度運用について伺います。本年の申し込みに先立つ6月、生活保護受給開始世帯に5万円を上限としてエアコン購入設置費用を支給できるとした通知を国が施行していますが、支給対象となりうる非保護世帯にはどのように新規制度の利用を勧奨したでしょうか。また本市の支給実績はいかがでしたでしょうか。伺います。お答えします。本年6月に厚生労働省から生活保護法による保護の実施要領についての一部改正について通知がございました。目的といたしましては、非保護者に熱中症予防が特に必要とされる者がいる場合であって、最低生活に直接必要な冷房器具の持ち合わせがなく真にやむを得ないと実施機関が認めたときは、冷房器具の購入に要する費用について5万円の範囲内において必要な額を認定して差し支えないこととされております。支給対象となる世帯の要件は、本年4月1日以降に生活保護を開始した世帯、地区内で転居した世帯、長期入院から新たに居住を始めた世帯等でございます。支給対象となりうる生活保護受給世帯には、ケースワーカーが居宅の訪問をし、熱中症から命を守るための予防の必要性について説明を行うとともに、冷房器具の設置について強く申請を進めました。新しい制度のこの対象世帯数は、本年4月1日から8月31日までの間に154世帯の世帯は16世帯でございました。このうち8月末までに今回の支給により2世帯が設置に至っており、さらに2世帯が設置に向けて工事待ちで、4世帯が申請を準備している状況でございます。以上です。はい、実施期間が認めれば、5万円でエアコンが設置できるということですが、まあ、16世帯のうち8世帯が設置、できると。で、あとの半数はなぜ設置しないのでしょうか。伺います。残りの8世帯につきましては、ケースワーカーの方で今改めて確認をしているところでございます。当初はその涼しいために必要ないと言っているのが3世帯、その他医師を今再確認しているのが5世帯という状況でございます。ただ来年以降もですね、今年のような猛暑が到来することが想定されておりますので、この新たな制度を有効に活用するためにも、現在設置の意思がこの明確でない8世帯につきましても、今年度中の冷房器具の設置を再度強く進めてまいる所存でございます。以上です。はい、国の制度の目的に沿って大変積極的な取り組みをなされているというふうに評価させていただきます。